こんばんは。お、お、鉄拳です。おお、いらっしゃいませ。こんばんはっていうか、その格好でその格好でタクシー乗ってきたんですか？はい。マジですか？大丈夫ですか？それ大丈夫です。いつもなんで。お久しぶりです久しぶりですけど、固まってるじゃないですか。もう自分でやります。このすごい状態だなこれ。はい、すごいなこれ。35.2 です。めっちゃ寒いんですよ外。いやいや、そうですよね。いやいや、寒いのもだけど、はい、これちょっと外してきました。はい、ここ座っていいんですか？いや、どうぞどうぞ、いらっしゃいませ。もうお座りになってください。久しぶりです。お久しぶりでございます。皆さん、はい、ね、あの、はい、カメラご覧の皆さん、鉄拳さんでございます。こんにちは、鉄拳です。ちょっとややこしくなりますか？いや、大丈夫ですか？普段からもう十分ややこしいことが多くて。そうですよね。僕もよく間違われて、よく僕、例えばバンダイナムコと、はい、なんか、いろんなコラボレーションの案件があって、はい、他の会社の方と、はい、なんかそう商品化とかやるじゃないですか。はい、その会議の時に向こうは気を使って言ってるんですけど、はい、じゃあ鉄拳さんの方はっていう、やたらと鉄拳さんっておっしゃるんですね。鉄拳の、鉄拳の IP の、いわゆる鉄拳のタイトルのことを鉄拳で、はい、ずーっとそれ言われてると、こっちは芸人の鉄拳の気分になってきて。ああ、すいません、ご迷惑を。いやいや、そのこともう、そういうのはあります。はい、ああ、そうなんですね。本当に、こういうとこで迷惑をかけて。いや、迷惑ではなくて、全く迷惑でございません、もう、はい。本当に僕もジャパンエキスポ行きまして、フランスの、2017年に、はいはい、ジャパンエキスポで、僕のグッズを発売したんですよ。はいはいはい、来るお客さんが全部ゲームの鉄拳だと思って来て。あ、来ちゃって。そうなんですよ。あ、そうか、ジャパンエキスポはそうなんですよ。そうなんですよ。これ、ゲームの鉄拳じゃないの？そう、僕が割と、もうここ、まあコロナもあるんですけど、最近はブース出してないんですけど、はい、ずっと鉄拳で、はい、結構ファン集めてたんですよ、ジャパンエキスポ。そうだったんですね。そう。だから、パリはいろんなゲームショーとかいろんなイベントの時によく僕、本当によく行ってたんですよ。はい。で、なんで、そこは浸透してるんですよ。結構割と、浸透して鉄拳の知名度は割とやっぱフランスあるので。そうだったんですね。だからお客さん多かったのかな。そうなんですよ。いや、わかんないですけど。ありがとうございました。鉄拳って聞いたら、宣伝してくれて。ただ、そういう混乱は、いい意味でも、いろいろ起きてて、Google とかで、日本で検索すると面白いですよね。鉄拳イラストってやると、はい、僕ら鉄拳のイラストを検索しに行ってるんだけど、はい。めっちゃ混在してるんですよ。鉄拳さんの、絵と、パラパラ漫画と、はい、鉄拳のキャラクターのイラストが、もう、こう、混じって検索結果が出てくるんですよ。本当に申し訳ございません。本当に、一心同体です。いやいや、本当に僕が本当に、鉄拳のゲームの鉄拳をパクったのに名前を。本当に。そうなんですよね。この話って、みんな知らないから、意外と知らないんですよね、みんな。知らないんですよ。実は、芸人の鉄拳さんの名前は鉄拳から取ったんですよね。そうなんですよ。そうなんですよね。鉄拳親父でしたっけ、最初ね。最初、鉄拳親父で。やりたかったですよね。ゲーム、はい、大好きだったんで、鉄拳親父って名前で。平八をイメージされてた、ね、平八をイメージして、この髪型で、はい。しかも今日写真持ってきてるんですよ。はいはいはい、その頃の。あ、その頃のがある。あるんですよ。見ます？それは見たいな。それは見たいな。撮りましょう。芸人始めた頃ですね。だから、まだ、怪人者の。そうですね。あ、そうか、吉本じゃない。今吉本ですけど、前劇団にいたんですよ。その時に、こんな感じで。うわー。鉄拳親父っていう、これが僕の一番最初の原点ですね。見せてもらっていいですか。うわ、これ全然違うじゃないですか。そうなんですよ。まだちゃんとこんなにがっつりメイクしてないっていう。でも、平八っぽいですね。むしろ、はい、本当に確かに、うん。そうなんですよ。で、頭に鉄って入れて。はい。頭になんか文字入れるのはもう、この頃から。そうですね。でこね。おでこね。こいやー、これだったんだ。そうなんですよ。すごい、全然違いますね、なんか。そうなんですよ。こっから、どんどんと、ちょっとロードウォリアーズっぽいメイクにして、はい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 、で、ドクロにしたんですよ、はい。ドクロっぽいメイクしたんですけど、はい、みんなに、パンダって言われて、あ、逆に。
そう、パンダじゃねえよと思って、ここをとんがらかして。ああ、ちょっと尖っていったわけですね。そうなんですよ。そして今の鉄拳が出来上がるっていう。なるほど、なるほど。感じで。もう、みんな、名前もそうだし、これもそうだ、何コンセプトか いまいち分かってない人が多いですもんね、これね。多分そうかもしれないですね。だから、ちょっと、今日はここで、なぜ僕が鉄拳になったかっていうね、はい、のを話したいと思います。はい、ぜひ、あの、飲み物飲みながら。あ、すいません。はい、じゃあようこそいらっしゃいませ。乾杯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 。すいません、いただきます。鉄拳さんは、ね、お酒が飲めない。そうなんです、僕。カルピスかウーロン茶。ってことですよね。飲んでます。でも、その、劇団に入ってからなんですか、鉄拳っていう名前になったら。それともその自分で決めてて劇団に入ったんですか。どっちか。鉄拳っていう名前でも劇団に来ました。で、行ったんですか、劇団に。はい。もう、のっけからそれだったんですか。そうです。のっけからもう、鉄拳が好きだったんで、はい、鉄拳って名前でもう最初からデビューもそうだったし、オーディションも鉄拳っていう名前で行って、行きましたね。毎回聞かれませんですか、なんで鉄拳なのって。あ、聞かれますけど、まあ本当に鉄拳が好きだからって言ってゲームが珍しいですね。でも、うん、それがな、鉄拳1、2とその辺ですよね。鉄拳2です ね。 そうですね。僕はその映像を見た時に、あのキングいるじゃないですか、はい、あのキングがあの野球場で戦っている、スタジアム、スタジアム、スタジアムで、スタジアムステージ、もうあのスーツ着て戦っているシーンを見て、うん、はい、なんじゃこれと思って、あ、そこからもうすぐハマりましたね。ああ、そうだ、あのスタジアムは、こう、無限に走り回れるじゃないですか。はい。実際は、こう、半径2キロぐらいなんですよ。半径2キロぐらいのスタジアムなんです、あれ。だから直径4キロのスタジアムなんです。スタジアム。広っ、広いんですね。じゃあ2キロ、2キロぐらい真ん中から行くと、見えない壁にぶち当たるんですけど。あ、そうなんですか。まあそんなこと、ところに行く前にゲーム絶対終わるようになってる。そうでした。それ知らなかったです。知らなかった。ところで、マスター。はい。早速、1段目の。早っ！エビマヨが出来上がりました。エビマヨです。これ、原田のバー名物のエビマヨでございます。あの、ぜひ、ご賞味ください。ありがとうございます。いただきます。なかなかだって、鉄拳さんが何か食べてるシーンってないですか、ね、確かに。僕らと一緒に仕事した時にこういうシーンないし。鉄拳さんの食レポって見たことない。僕最近、YouTube 始めまして。見てますよ。はい。はい、全国の名物を食べる制覇っていうのを始めまして、それで食べたりするんですけど、全く食レポできないです。何にもコメント。食レポって言えてない。食レポが全然できないですね。なんか喋ろうとすると緊張しますね、やっぱ。いや、昔から変わんないですね。そこは。そこはね。本当に。緊張、緊張で。鉄拳さんって画面、テレビの画面とか通しても、リアルであっても、もう全くもってそれが伝わっちゃってるじゃないですか、全員に。緊張ですか？緊張。喋るときに、ふって本人が一瞬ちょっと緊張してんだろうなっていう空気が。出てますか？出てます。めちゃくちゃ僕喋りうまくやってるなと思ってたんですけど。いやいや、こういうのは面白いんですよ。出てますか？喋ってることはひょうひょうと面白いんですけど、まあ、あまり人をこう説得したりするのはあんまり得意じゃなさそうだなっていう。もう全然できないですね。うん、プレゼン力ないですもん。いや、だからこういうお仕事で逆にとても良かったなと。そうですね。今本当にパラパラ漫画ずっと書いてるんで、お家で人と会う機会がないんで、めっちゃ幸せです。そう、不思議なんですよね。そういう人がなぜ劇団とか、こういう世界を目指していかれたっていうのがとても不思議なんですよね。なんで学生時代から持ってたんですか、そういうふうにやりたいなって。なんか小学生の時とかどんな人だったんですか。小学校の時は漫画好きでしたね。ああ、やっぱりそっちの属性だったんですね、はい。はい、漫画家になりたかったです。漫画家の先生に。ああ、なるほど。いや、もう十分今先生だと思いますけど。全然僕全然違いますけど、ずーっと絵描いてました。あ、僕もそこら辺はちょっと似てますね。僕もそう。
いつぐらいかそう、劇団なりその人前に、この、その性格なのに、はい。人、だってテレビだろうが、劇場だろうが、人の前に立つわけじゃないですか。そうですね。それをなんで選んだの？とにかく、有名になってやろうっていうのはあって、はい。で、中学の時はもうずっと漫画描いてて、で、高校1年の時に、あの、漫画の賞を、送って、はい、千葉哲也賞、っていうのを送って、はい、有名ですね。はい、千葉哲也賞もらったんですよ。ええ、ちょっと待ってください。僕、そう知らなかったです、僕。あ、本当ですか。千葉哲也賞、ウィキペディアもっと見ておいてください。僕の。そう、確かに、ウィキペディアで、確か見てないですよ、はい、僕、ウィキペディア。ウィキペディアにいろいろ載ってるんですけど、はい、僕、本当に高校1年の時に、もう漫画家になれると思って、その、千葉哲也先生に賞をもらって、それでも、もう、僕はもう漫画家になれるんだと思って。と思いますよね。思いました。で、はい、でも僕はそんなに外に出る人間じゃないし、はい、絵描いてるのが好きだから、これでやっていこうと思って、で、次の作品、もっとすごい面白いものを描いて、これでもっと、あの、賞をもらおうと思って送ったら、はいはい、全然面白くないって言われて、で、あ、これちょっと僕向いてないなと思って。早っ！もうショック、僕弱いんですよ。判断早っ！早いかもしれないですね。打撃を受ける速度が早いですよね。なんですよ。あの、すぐ、あの、凹みますね。凹んでしまって、心折れましたもん。え？めっちゃショックで。早いよ。もう本当にショック受けるとダメなんですよ、僕。だから一言コメントで、なんか 100件いいね、いいねのコメントあっても、1件ダメなコメントあったら、もう引きずりますね。ああ。あれ結構よ、あれ読んでるんですか結構、あのコメントは。読みますね、ちゃんと。そうなんですか、はい。僕も何回かコメントしたことあって。え、マジですか、鉄拳さんいいねをしてくれて。はい。気持ちはわかりますけどね、はい。いいコメントしてくれた人に僕いいねを必ず押してくれる。漫画家はもう向いてないなと思って、次の夢のプロレス。はい。プロレスラーになりたくて、FMW に入ったんですよ。あの、すいません。もっと向いてないと思うんですけど。めっちゃ僕プロレス大好きだったんですよ。そこは情熱で行っちゃうんですね。情熱です。もうその頃、あの、新日本プロレスの闘魂三銃士っていうのがすげえ有名で、そうですね。僕もこうなれるんじゃないかと思って。なれないですよ。そっちの方が。実は僕、柔道やってたんですよ、はいはい。柔道やってて、地元の大会では優勝したんですよ。優勝。はい。なので、ちょっと体力には自信あったんですよ。っていうのは、うん、あの、スクワットとか、はい、あの、みんな道場で1000回やるって言ったじゃないですか、はい、スクワット、はいはいはい。あれできたんですよ、僕も。そう、できるか。これは俺才能あるぞと。才能あるぞ。腕立ても100回できたんで、僕はスクワット1000回できるし、あの、腕立ても100回とかできるから、これ向いてんじゃないかと思って。判断早っ行ったんですよ、プロテストに。そしたら、あの、お前ちょっとまだ、体が ちっちゃいから、とにかく、その情熱は買うから、うん、通いって言われたんですよ。ターザン後藤さんに。ああ、そうなんですね。そうなんです。もっと食って鍛えろと。食って鍛えろ。そのうちに、お前でかくなったら、ちゃんと、レスラーとして、はい、使ってあげるからみたいな感じで、はい。で、僕の練習だけやっぱワン、ツーだったんですよ。はい、ワン、ツーっていう練習ばっかりやってて、パンって。そう、はい、そういう、なんで僕だけこれやってんだろうなと思って、はい、練習生なのになと思って。はい、でターザン後藤さんに、ちょっと僕だけワンツーばっかりやってるんで、うん、これおかしくないですか、うん、って。もっとプロレスらしいことがしたいと。はい、うん。そしたら、お前はレフリーだって言われて。あ、そっちだったんですね。そうなんです。レフリーとしての、合格で、採用されたってことなんですね。で、まあ、心がショックで。あ、またショック受けてしまいって。早くも。早くも。もう本当にその夜はもう、夜逃げしました。あ、そんなに？そう、言われて、もうその日の夜に。その日の夜？夜に。判断が早い！床屋さん行ってきますって言って、理髪店行ってきますって言って、バッグ持ってそのまま夜逃げしてきて。すごいですね。はい、あ。判断の早さの才能だけはもう、その頃から。才能って言うんですかね、ショックだったんですけどね、多分。才能ですよ。これは落ち込んで。鬼滅の刃の世界だと鬼にやられないタイプですよ。そうそうそう。あ、そうですね。判断が早いんで。はい、逃げるタイプだったんで、はい、それで、やめちゃいましたね、プロレスも。すごい。そうなんですよ。でも、レフリーに合格とかあるんですね、逆に言うと。そうですね、レフリーがいなかったからかですね。レフリーが少なかった。でもそれも、それを糸口に、
こう、ジムの中で存在認められれば、こう、いずれレスラーになれるかもしれないっていう可能性さえも、もうショックで考えられなかったんです、ね、考えられなかったです。もう全然。その時、僕と同じプロテストを受けて、レスラーになったのが、はやぶささんなんですよ。はやぶささんと、ミスター・ガンノスケさん。そしたら合格して、見事、プロレスラーにデビューして、ねはい、僕が3ヶ月後に、その、通い練習生として入門して、はいその時の同期が、荒健さん、荒井健一郎さんと、五右衛門さんっていう。はいはいはい、で、その僕の後に、僕と全く同じ状況で、FMW にプロテストを受けて、はい、全く同じことを言われたのが、ドラゴンキットさんだったんですよ。そうなんですね。そうなんです。お前も、ちょっと、体が小さいから。確かにそうですね、ドラゴンキットさんは。はいはい、レフリーやれって言われて。線が細い方ですね。そうです。でも、ドラゴンキットさんは情熱があったんでしょうね。うんそう言われても、続けて、単身で メキシコに渡って、そうですよね。練習して、プロデビューして、はい、ドラゴンキットになったんですよ。お笑いはその後に、本当に始めたんですけど、デビューして、本当に1年後ぐらいにはもうテレビ出てたんで、涙し食らうほどじゃなかったんですよ。一番最初ってどれですか？エンタですか？オンエアバトルです。ああ、オンエアバトル。はい。あ、あれってテレビ出始め、出始めです。いきなりそれこれだったんですか？そうです。芸人で鉄拳を始めて、そうだ。3ヶ月後にはもう本当にライブとかで、ライブで優勝できるようになってて。あよく考えたら、いろいろ優勝とかはしてるんですね。賞レース強いんですね。賞レース強いんですね。やたらと、アチーブメントあるわけですね。そう、そうなんです。その時ですよね。はい、僕、鉄拳に、ね、名前で、パクって、出てしまったんで。全然いいんですよ。めちゃくちゃドキドキでした。まさかね、そんなんでテレビも出て、ここまでこう知名度上がるって、その時は思いませんもんね。そうですね。全然持ってなかったんで、鉄拳って、ザ・テレビジョンとか、僕買って、はい、あ、鉄拳って名前出てる、やったと思ったんですけど、はい、やべえ、ナムコさんに何か言われるかもしれないと思って。ナムコでは当時からちょっと話題にはなってました。あ、マジですか、はいはい、僕聞いたんですけど、バンドで鉄拳っていうバンドがいて、はい、そのバンドは、ナムコさんに潰されたって聞いたんですけど。え、何すか、そんな。都市伝説じゃなくて、いや、鉄拳っていう名前のバンドいましたよね。あったと思います。バンド、もう一個あったのは、結構そこそこ、というか結構有名な日本のバンドで、鉄拳2っていう歌を作った人もいたんですよ。はい。それもちょっと揉めたんです。え、マジですか、はい、それセックスマシンガンズじゃないですか。そうです。そうですよね。はい、今、あえて言わなかったんですけど。あ、すいません。大丈夫。あ、そうですか。僕が知ってる情報だと、僕も、その潰されたっていう情報を聞いてからドキドキしたんで、で、CD 屋さんに行って確かめてみたら、鉄拳っていうアルバムから、その後のバンドは TKN になってました。あー。いや、ですね。これ、潰されてたら変ですけど、これ別にこの、我々、旧ナムコがとか、昔のナムコがとか、ゲーム業界がとかではなくて、これ結構業界的にですね、はい、その、商標的なものがあるじゃないですか。はい、で、同じその商標って取れる、いわゆる業種の枠があるわけですよ。うん、この、仕事、この、要は、言うたら自分のテリトリーみたいなのがあるんですよね。はい、その商標って、例えばじゃあ何でもかんでも鉄拳って商標取ったからって、我々がじゃあ車の名前に鉄拳って誰かがつけたら文句言えるのかって言ったらそうでもないとか、はい、なぜなら僕は車の業種では登録してないからとか、そういうのがあるわけですよ、商標って。だからその CD とかがちょっと僕らの多分商売権というか、はい、商売のそのテリトリーの中に少し入ってたんですよね、当時。あ、そうなんですか。はい、へぇー。だから、なんか僕がその後に、だからその頃僕はそういう、僕はゲームを作ってるだけでそういう特許とかそういうことは特に会社のね、偉い人たちがやってたことなんで、あれですけど、僕が一回会社から打診というか聞かれたのが、
おい、春菜って呼ばれて、ちょっとって言われて行ったら、芸人の鉄拳さんいるだろうって言われて、はいはい、今いらっしゃいますね、はい、って。あの芸人の鉄拳さんが、どうやら、パチンコだかパチソルになるらしい、みたいな。え？もう聞いたんですよ、はい、なんかそういう企画があると。で、それはひょっとしたら、鉄拳さんがまだご存知ない段階の、はい、まあそれパチスロパチンコメーカーの方が、ひょっとしたらその、あ企画段階で吉本持っていこうとしてたのか、それとも吉本の上と話ついてなんとかはわかんないけど、はいはい、鉄拳さんのライセンス商品としてのパチスローか、はい、もしくはパチンコが、はい、って企画があったらしいんですよ。はい、うん、すごい昔の話ですよ、もう。はい、それは、うちの旧ナムコが、はい、その遊戯機っていうところで言うと商売のテリトリーとちょっと勝ち合うので、はい、それはダメですって言って、その企画を取り潰しになったっていうのは、あの、意見として聞かれました。お前これどうするって言われて、いや、どうする僕判断できないんですけど、その商標の商売権としてはどうなんですかって言ったら、いや、ここでちょっと被ってるから、今後うちが鉄拳、あんで、結局うちらも出したじゃないですか、鉄拳のパチ。はい、できましたね。そういうのもあるんで、はい、ちょっとここはやめてくれっていうお願いしよう、こう、行こうと思うんだよって言って、で、2週間ぐらいに、あの、芸人の鉄拳さんのパチンコ企画やめてもらったから、っていうのは聞いたことあるんですよ。そうだったんですね。はい。僕の鉄拳は大丈夫だったんですか？だから、僕らは芸能事務所もやってなければ、はい。その、芸人輩出してるわけでもないじゃないですか。でも僕が CD を出したらどうなったんですか？だから、ちょっとそこはややこしいことになるかもしれないですね。ああ、そういうことだったんですね。それはだから、どれぐらいの影響度とかそういうので、はい。じゃあ、僕は知らずにこうやって、こうやってやられたんですね。そう。だから何もできないんだから面白いことに、そう、鉄拳さんが知らないところで、我々の会議では、会社の会議で、僕もそこからだんだん偉くなっていくわけですから。そうですね。いろんな会議で、ちょいちょい、こう、鉄拳さんって、鉄拳さんってキーワードは、あの、いろんな意味で入ってきてたんですよ。そっか。はい。あの、もう、鉄拳さんがあの、パラパラ漫画の振り子とかで、バーンって伸びた時もそうですし、はい、もうそのもっと前から、はい、そっちゅういろんな会議で、芸人の鉄拳さん、芸人の方の鉄拳さんが、みたいな。あ、芸人の方の鉄拳が、とか、っていうキーワードが、割と飛び交ってました。本当に申し訳ございません。いやいや、全然。本当になネガティブなことではなかったです、全く、はい。だってね、ライセンス関係で言うと、芸人の名前に対しての鉄拳って別に、商標入ってないですか？入ってないです。入ってないから、僕の外なんですよ。だから、あ、そうなんですか？外なんです。外なんで、だから結局、ある日、交わりましたよね。あの、鉄拳さん覚えてるかどうかわかんないですけど、一回横浜の僕らの開発ビルにも来られてるんですよ。行きました。はい。行きました。ね。はい。僕は受付の女の人が内線かかってきて、はい。鉄拳さん来られましたって言われました、ね。はい。何のことかと思って言ったら本当に受付にもうこの格好でいるの。あ、神奈川新町。これでエレベーター上がってきたなと思って。はい、あれ、ナムコだけじゃないから、あのビル。これでエレベーター上がってきたんかいと思って。なんか雑誌の取材かなんかで、そうです。突撃しましょうって言っても、はい、許可もらっちゃいましょうって言って、突撃して、そう、もう許可をもらいに行きました。ね、この格好で、本当に来られて。それもだいぶ前ですよね。あそこに、ナムコがあった。あそこでもう、はあ、一回やコラボした以上、うちがもう鉄拳さんをなんか訴えるとかいうのはもう、そう、道義としてありえないので。そうだったんですね。よかった。あれ結構良かったんですよ。あれ実は。あの時でも怖かったんですよ、本当は。あ、なんか言われるんじゃないかと思って。はい。原田さんとか怖かったですもん。あ、本当ですか？はい。初対面の時なんか怖かったですね。ちょっとね、あ、本当ですか？原田さん当時、ちょっとギラついてたから。ギラついてましたよ。ちょっと出てたね、あ、怖いなぁと思って。その時の当時の、あの、写真というか。あ、あるんですか？よく残してますね。写真じゃないんですけど、雑誌で、その時当時、僕が行った時は、鉄拳4だったんですよ。はいはい、発売前だったんで、もうだいぶ、鉄拳を、はい、初めて、公認してもらったっていう。あ、あった、うわ、すごい。今、全く変わってないですね、今。変わってないです、ね。すごいですね、はい。鉄拳もおすすめっていう、ぐらいだから逆に、うちが鉄拳さんの知名度を利用しちゃってるじゃないですか。いや、でも僕そこまでじゃなかったんで、まだ有名じゃなかったんで、オンエアバトル出てるぐらいだったんで。この時はまだそうです、オンエアバトルぐらいですよね。そうです。全然まだ有名じゃなかったんで、ただ僕は公認してもらったってだけで、すごく嬉しかったです。いや、すごい。
ほっとしました。だって著作権に引っかかって何億円とかっていう話も聞くから。超状態いい保存、保存状態。もうめちゃくちゃいい感じで、保管してありました。いや、これすごい。すごいね、これ貼ったわ、確かに。すごいなぁ。何か言われたら僕これ出してますもん。うち公認ですから。ツイッターとかで鉄拳の情報とか言ったらちょっと絡んでくるやついるんですよ、やっぱ。知らないやつ。はいはい、僕は何このナムコ公認なんだよ、みたいな感じでこの写真をつけても出して。ね、紛らわしいんだよって言われたら。紛らわしいも下手くれも俺は公認だからね。僕は公認だからねって言ったらもうみんな黙るっていう。確かに。かこれはもう家宝にして。すごいな、それ。はい、企業ロゴ入ってるもんな。うんなむこって入ってミュージシャンなのミューズ。あ、ミューズ。僕結構当時も好きだったんですね。あ、そうなんですか。ミューズの、だってミュージッククリップっていうかな、ビデオの。ビデオ、なって。あれ依頼来たんですよね。いや、一番最初は僕が、またこれ、あれ言いにくいんですけど、著作権無視して、音楽を使いました。じゃあ勝手に音楽に合わせてやってたんですね。はい、音楽を。勝手に使って。あ、それが先？そうです。公認してもらったのは、そう、出来上がった映像を見て、ミューズが、これいいと。あ、いいじゃないかって、公認してくれたんです。なので、その前は僕もちょっとドキドキだったんです、また。いやだ、なんでそんなすぐにショック受けて逃げる人が、こう、そういうところの肝ったままあるのかがよくわからない、ね。怒られたらすぐ引っ込みますみたいな。怒られたらもうなし、もう全部動画消しますけど。まあでもね、それはね、それぐらいはね、その趣味の範囲でやってたら、それは認められた。あれもだからびっくりしました。ただあれって、なんか、ミューズとだって実際お会いされてましたよね。会いました。はい。ツアーかなんか呼ばれてませんでした？呼ばれました。ね、ツアー呼ばれたし、ロンドンにご招待してもらって、そう。ブラッド・ピットと一緒に歩きました。知ってます、僕。ワールド・オー・ゼットの、プレミアの、はい、時、レッドカーペットで、一緒にいましたよね。はい。ブラッド・ピットと、歩きながら。しかもブラッド・ピット話しかけてましたよね。話しかけました。ええー。僕知ってますよ、あれ。あれ、あの時デモになって帰ってたっけな。Z です。ワールド・オブ・ Z です。そうです、そうです。いや、あたりとかで、やっぱ、はい、もうパラパラ漫画とそういう海外の、そのね、ハリウッドだのミュージックシーンとかと、バーッとコラボした時に、ブワーってワールドワイド的な知名度が上がった時に、もう、今までは日本はもうみんな知ってたんですよね、鉄拳さんの、うん。鉄拳ってあれご存知の通り、日本って2、3% しかないんですよ、シェア。だから残りの 97%、8% は海外なんですよ。ああ、そうらしいですね。しかも、世界のアメリカ、ヨーロッパなんですよ。売れてんですよね。ほとんどが。はい。で、まあ、もちろん、本当にワールドワイドなんで、いろんな国、うん、もう、欧米以外も全部売れてるんですけど、やっぱ欧米の人多いじゃないですか。あの辺の人たちが、ついに混乱し始めて、なんか、検索すると、なんか、日本のすげえ、なんか、すげえ、なんか格好のやつが出てくるって、ものすごい問い合わせがあって、あれは誰だって、あれ本当、これどう説明していいのかな、みたいな。申し訳ございません。本当に、本当に、そうですよね。ミューズのミュージック、ね、ビデオの絵をやってる人が、鉄拳っていうのはどういう意味って、すごい僕聞かれて、ね、僕もミューズすごい好きだったから、うわ、すごいな、この、現象というか、つながり方と思って。なんか、つながってんですね、じゃあ、なんか。いや、すごいですよ。鉄拳は。いや、鉄拳お互い高め合ってる感はありますよね。いいですね。一緒の体ですよ。僕らから見てる。いや、僕はもう本当に名前を借りてるっていうのがあるし。ドキドキしてた。本当に毎回ドキドキしてたし。本当にありがたいです。あそこまでやっぱりパラパラ漫画とか、いや僕はもう、どっちかっていうと、鉄拳さんでは、まあ芸人なんですけど、僕の中では割ともう、ちょっとアーティストみたいなね、芸術家というか、アートの方の方のイメージの方がもう強くなってて、ああいう知名度の上がり方だったり、世間からの認められ方、みんなが泣きました、感動しましたって、本当に、ぐわーってなった時の、に、しまった、俺こんな格好で鉄拳って名前じゃなかった方が良かったって思いませんでした。ちょっとやっぱ、迷惑もかけてるだろうし。迷惑はないですけど。まあでも、ちょっと混乱されてる人もいたんで、名前はちょこっとだけはやっぱありましたね。名前を変えた方が良かったかなっていう。そうしますよね。
鉄拳があまりにも世界に行き過ぎてしまったので、ゲームも。あー。ゲームも自分も。僕はそこまでじゃないですか。いや、ワールドワイドになっちゃいましたよ。その後、本当は僕、一回名前を変えようかなと思ってて、名前をソウルエッジにしようかなって。いやいやいや余計ややこしい。余計ややこしい。はい、そういうことも考えてましたね。名前をこっちに変えようかなとか。原田さん、というわけで、はい、たこ焼きが出来上がりましたので。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ。ありがとうございます。原田の場名物、たこ焼きでございます。ありがとうございます。竹虎、たこ焼き、美味しいですよ。はい。美味しいです。これはね、本当に。いただきます。ぜひ、ちょっとご賞味ください。僕のとこ寄っても全然僕、コメント言いませんから。期待してますから、大丈夫ですよ。鉄拳さん、どうですか？うん。うん、まあ、まだ熱いっすね。まだ熱い。まだ熱かった。うん。うん。あ、美味しいです。中が、トトが、パリッと、中がトロッと、はい、そして、うん、もういいです。はい、ありがとうございます。こんな感じですいません。よくそれで全国の美味しいものもあって食レポしようと思いましたね。はい。全く自分のことが分かってないんで、自分が何が得意か何が不得意かっていうの分かってないんで。でもそれをが分かんなくていろいろやってきたから、こういう、つながったんでしょうね。そうですね。いろんなものを試してよかったです。多分いろんなものを試さなかったら多分自分のいいところっていうか、自分の合うものが見つからなかったと思うんで。ただ若干やっぱちょっと思ってたのと違うっていうのは、割とマルチに結局才能あったんだな。だって一応さっきの経歴だけ聞くと超、賞とか取っていってるから、多彩だったんですよ、もともと。ギリギリまでは来てんですよね。実はもともとだから多彩だったんですよ。これはなかなかのギフテッドですよ。そうですかね。ええ。ありがとうございます。そんな人いませんよ、そんな全方位に。そう。なかなか、だって漫画描いても賞もらって、その柔道でもなかなか強くて、その芸人でもテレビ出れて、で、アートの世界であんな、ね、世界のね、バンドから。まだ僕は全然、やっぱドカーンと行きたいですね。一つのことをドカーンと行きたいです。でも、ある意味パラパラ漫画はその一つなんじゃないんですか？そうですね。まだ誰も他でやってる人がなかなかいないんで。うん、やろうってあんまり思わないですよね。そうですよね。大変だから。あれはちょっとしんどいですね。芸人さんもみんな、はい、うん。まあ、いろんなことをやって、はい。だって手書きですもんね。そうです。今日実はパラパラ漫画持ってきたんですよ。あ、持ってきました。そのミューズの公認してくれた振り子っていうパラパラ漫画持ってきて、はいはいはい、そうですね。皆さんにちょっと、これですね。うわぁ、うん、これが全部ですね。なぜか小学館の封筒に入ってるんですね。あ、本当だ。全部小学館の封筒に。なんで出ろ。あ、小学館で本出したんですよ、クリコの。はい。なので、小学館の本に入ってますね。え、これ生原稿ってことですか？生原稿です。あ、このサイズ感だったんだ、ね。はい。これでちょっと、今、ちょっと見せますか。はいはいはい。パラパラとカメラの上で。はい。うわ、しんど。これを書いていくわけだもんな。そうです。タイトルのとこだけでこれですもんね。そうですね。これで大体、10秒ですね。それ、10秒に、はい。大体、それ何日ぐらい ?60 枚なんで、1日でも30枚ぐらいは書いてます。でも、2日ですね。2日ぐらい。じゃあちょっと待ってください。それ、僕思ったんですけど、はい。先に映像の全体的な、流れとか出来上がってないと書けなくないですか？先に絵コンテ書いてないんですか？じゃあこれ。一応僕は展開だけ書いて、なんとなく大雑把に始めちゃいます。あ、そうなんだ。はい、尺とか合わせるの大変そう。これはすごい。生原稿はすごいですね。いいなぁ。いや、これはすごいよ。すごい。これ生じゃ、すごいよ、これ。すごい。あ、震えるわ。これ生原稿1枚ずつヤフオクに出していったらどう？いやいやいや
聞いてます。今、聞いてますから、もう、ダメですよ。いや、すごいな、これ。すごいですね。で、これでちょっと、見たやつだもんな。古典じゃないけど、展覧会とかできちゃう。あ、展覧会やってますね。やってましたね。はい。吉本が勝手にやってます。そうなんです。なんか、はい、その話だけ聞くと、鉄拳さんに一銭も入ってこなそうだな。いや、ちゃんと入ってきます。そういうことです。そこは大事ですね。なるほど。すごい。順番わからなくなったとかやめてください。すごい大事です。すごい量だもんな。結局、合計何枚使ってるわけですか？振り子だと。振り子で1500枚ですね。1500枚。いや、そう、まあ、真似したくてもね。日数は2ヶ月ですね。うわぁ。はい。そりゃ出てこないわ。出てこないのか、こもるわけです。うわ、すごいですね、それ。しかも、割と存在な、こう、あれで、ガサガサと持ってて。存在だなこれ、あれですよ。初めて、ナムコさんで仕事をもらった時の、ええ遊び入ってるっていう。はいはいはい、はい。なんかこの。そういうね、はい、セッカー作ってました。はい。はい、その時の。なんかお仕事ですね。セットで撮ってる写真ですかね、はい、これ。懐かしいなぁ、すごい。僕だからこれでナムコさんが公認してくれたから、こう全部貼ってましたもん、テレビでも。ああ。ここに遊び入ってるって。はい、一時貼ってました、はい、くれてましたね。はい。はいはい、すごい。ずっともう本当に嬉しかったんで、そういう。宣伝、僕ができることはこれしかないと思ってやってました。すごい。だから、原田さんが死なないうちに、鉄拳さんは日々ビクビクしてたんですよ。ビクビクしてて、もう本当に、公認もらってからはもう強気でしたね。はい。で、僕、皆さん覚えてるかわかんないですけど、一応僕、鉄拳の大会のチャンピオンになってるんですよ。うんうん、あ、はいはいはい。知ってます？今は無理ですよ、ね。ここの名前は出さないですけど。はいはいはい。はい。ここで。ね、これ。鉄拳殿。はい。本当だ。これ渡した人の名前は何になってますか？つげさんかな？あ、つげさん懐かしい。はい。はい。つげさんと一緒にやってましたよ、僕。はい。僕、3までは、本当に僕、めっちゃ強かったんですよ。はいはいはい。結構ね、されてましたもんね。本当に練習したし。あ、そうですそうです。僕、だから対戦した時びっくりしましたもん。プラティックスモードで、すごくこういう技やりたいなって、もっとものはもう10年コンボでも全部練習して、はいはい、周りの友達とかでも全然僕、負けなかったですね。はいはいはい、はい。ただ、鉄拳4になってから、周りに、なんか強い人たちがどんどん現れて、はいはい、ゲームセンターで僕遊んでたんですよ。そしたら急に乱入してきて、はい、それで、ボロクソにやられて、はいはい、ゲームセンター行くのやめました。判断が早い全身にショックを受けたんですね。はい。もう怒られちゃったね。からもプレイステーションで家ずっとやってます。なるほど。これゲームセンター怖いところだと。怖い。だって乱入してくるんですもん。だって100円入れて、100円入れてですよ。僕はエンディングまでいけるぐらい自信あるんですよ。はい、100円って最後までプレイしたいんですけど、乱入してきたらそこで終わっちゃうじゃないですか。そうですね。すぐ負けたら100円終わりですからね。終わりですから。はい、それは嫌だから、お家でプレイステーションで鉄拳やるぞってなって。いや、すごい。普通ならそんな消去法の人生歩んでたら先細りしていきそうだけど、そうなってないところがやっぱりすごいですよね。多分逃げた先にもちゃんと光があるんでしょうね。だから、いい教訓ですよね。これは人によると思いますけど、はあ、逃げるっていうのが、はい、こんなにいろんな光明を見出すこうきっかけになる場合もあるわけだから。ありますあります。無理せず逃げた方がいいこともたくさんありますよね。あります。だって昔だったらゲームやってるだけでも怒られてましたよね。怒られてました。これがだってお金をもらえるぐらいに、プロスポーツができるぐらいになったんだから。そうですね。すごいですよね。すごいです、すごいです。そうなんですよ。YouTube でやってることだって、昔だったら怒られるけど、今はだって YouTuber だっているし。下手したら YouTuber に子供を育て上げようとしてるかのような親御さんもいらっしゃいますからね。いますよ。まあそれが。なりたい職業でしょ？そうですね。だからそれが将来どうなるかわかんないんですけど。いや、この、鉄拳、これ鉄拳4ですよね。
鉄拳4の後から芸人でも鉄拳の強いやつがどんどん現れてるんですよ。あ、ちなみに芸人さんで結構その当時、まあ今じゃ現役じゃなくてもいいですけど、この人強かったとか、この人強いんですよみたいな人って どうなったの？僕の後輩なんですけど、ノーモーションっているんですよ。はい。もうよく存じ上げております。ノーモーションの、はい、よく存じ上げております。ノーモーションがま、あの、その時はまだコンビ組んでなかったんですけど、別のコンビだったんですけど、まあ、小鉄っていうのと矢野くんっていうのがいたんですけど、二人ともゲームが得意で、そうですよね。格闘ゲームが特に得意で。マルチにいろんな格闘ゲームされる、珍しい。そうなんですよ。で、小鉄ってやつが仲良くなって、はい、僕と一緒に遊ぶようになったんですけど、鉄拳をやってるって聞いて、やってみたら、めちゃくちゃ強かったんですよ。ボッコボコです。ボッコボコですね。ボッコボコで逆に教えてもらうって感じで、で、小鉄も今でも本当に遊んでるんですけど、もうモノマネで、ね、鉄拳のモノマネやってるし。ストリートファイターのモノマネとか。はい、ストリートファイターのモノマネ。ストツーのモノマネ、そっくり。そうです。そっくり。もう有名になっちゃって。今日来てたりしないんですかね。今日呼んでいいんだったらいいですよ。僕そこに待たしてるんで。まだ外に待たしてるんで。こんな寒い日に、こんな寒い日に待たしてるんだ。一瞬映ってもらえません？え、いいんですか？全然いいです。来てるんだったらいいですよ。大丈夫だぞ。まさかまさかの、まさか。僕のね、本当に後輩で、とても仲良くしてる、小鉄っていう、もう、ストリートファイターとかね、ものまでやって。最近すごい、いろんなとこから仕事が舞い込んで。ありがたいことにですね。もう、完全、格ゲーマー芸人みたいな状態ですね。なんかちょっとこの、なんかその、今、外出れないから、結構その、オンラインのゲームとかが、増えたじゃないですか、大会とかも。はいはいはい、だから、それが、逆に僕ら的には、家でゲームしてたのが出てくれませんかってふうになったのでありがたいです、ね。いやあ、よかったですね。今ストリートファイターの大会とか、うん、そうですね。MC 出てきますもんね。やってて、なんか、うん、このハルタピーのやつは他社 IP いいですね言って。全然関係ない。全然関係ないです。全然いいですよ。はい、全く関係ない。だからその本当にストリートファイター5、うん、鉄拳、バーチャファイター。KOF とか。そうですね。まあ、だから、僕らがゲームセンターでやってた頃の、やつは全部いじってるので。はいはいはい、しかも結構な知識量なんだよな。そうなんですよ。相当現役でやってないと無理なぐらい。もうそれにびっくりしちゃって。理解してますもんね。名前で何？僕先輩なんですけど、その劇団に入った時。はい、後から入ってきたんですよ。はい、後から入ってきて。その時はなんで入ってたの？いや、鉄拳がいたんで。ね、あ、鉄拳がいると思って本当に何個か候補があって、でその時に僕が普通に好きな芸人さんのところに行こうと思ったら鉄拳さんがいらっしゃったんで、なるほど、受けて入ったんですよ。なるほど。でもあんまり忙しくて、ちょうど大山田と全然合わなくて、でたまたま会った時に始めましてやった時に、帰り道に帰ってたら電車一緒で、なるほど、あ、一緒だみたいな、家近くてたまたまで、お前名前なんて言うんだっつって、あ、僕、小鉄って言います、はいはい、お前も鉄がつくのか。なるほど。じゃあ仲間だなっていう、なるほど、謎の、あ、はいっつって。ああ、鉄拳つながってますね。母さん、鉄拳さん、僕、最初にね、オープニングログ言おうと思ってたんですけど、忘れてた。これ、オンエアの日が、はい、3月12日土曜日の24時オンエアなんですよ。1本目がね。はい。うん、でも日またいで3月13日なわけですよ。うん、今まさに今なのか、はい、まあ、うん、はい、ちょっと前なのか、うん、はい、原田のが1周年でですね、3月13日もうすっごい来ますよ、ね、おめでとうございます。そこから入ろうと思ったんですよ、実はね。なんやかんや1年、ちょうど1年なんですよ。あのプレステの父くたらぎさんが来て以来ちょうど1年。どうすか原さん、1年いや、ぶっちゃけまさかこんなに、みんな聞き飽きただろうけど、まさかこんなにコロナがこんなに長引くと思ってなかった、うん、そうですね、コロナ長いですもんね。本当はもっとゲストの呼び方とか呼ぶゲストもたくさん候補あったんですけど、うん、でゲストも行きますって言ってた人も結構来れなくなった、いろいろコロナ、うん、でもっと本当はなんか何人も呼んでやる会とかいろいろ考えたんですけど、全部できなくなって、計画が狂いましたね、そういう意味で言うと、うん、ちょこ来てもらって、ね、うん、タイミング測って来てもらって、今回も鉄拳さんだから1周年記念スペシャルゲストです。本当ですか、僕で。いやいや、もう
いや僕マジで回らないですよ再生数。いやあの大丈夫です。回らないですよマジで。この再生回数うちは全く重要ですか。あの見に来たってる人がすごいマニアックなんですよ。でそういう人たちが一応見始めたら最後まで 見る感想率っていう方を目指してるので、再生回数逆に言うとすごいいっちゃうとちょっとでも変なこと言うともう大炎上しちゃうじゃないですか。もうそうですね。だ何も喋れなくなっちゃうの嫌なんで、僕あんまり再生回数いってほしくないんですよ。のんびりと、はい、やりたいですね。本当そう。